乳がん組織のヘマトキシリンエオシン染色。腫瘍免疫とは、がん細胞に対する免疫機構である。がん細胞は、自己の細胞の遺伝子に変異が生じることによりできた、ものであるにもかかわらず、縮小の免疫機構による認識を受け、排除される。腫瘍免疫には、自然免疫系と獲得免疫系の両方が、関与しており、腫瘍の成長を抑制する。 フランク・バーネットガンと免疫は関連があることは19世紀末から知られており、1891年に外科医である WB コーリーが細菌由来毒素であるコーリートキシンをガン患者に投与して免疫を復活させることにより、ガンを治癒させたことに橋を発する。1950年代に入ると免疫学的監視説と呼ばれる形で、 フランク・バーネットらによって提唱され、1960年代には広く受け入れられるようになった。これは、生体内では常に悪性腫瘍細胞が産生されており、免疫応答によってこれらが駆除されているというものである。しかし、リンパ球の一種である T 細胞を持たないはずの強線欠損、ヌードマウスと正常なマウスを比較したところがんの発生に差が、 認められないことなどから免疫学的監視説は一時疑問視された。その後の研究で強線欠損、ヌードマウスにも NK 細胞などによる免疫が残っていることが明らかになり、2001年には免疫グロブリンの多様性に関与するラグイ電子を欠損したマウスを用いた実験が行われた。その結果としてラグイ電子の欠損は 癌の発症率を上昇させることが報告されており、癌と免疫の間には関連があることが伺われる。癌細胞では正常では発現しないはずの抗原が産生されることがあり、これを主要特異抗原と呼ぶ。一方、正常組織にも癌組織にも発現している抗原は主要関連抗原と呼ばれる。これらの主要抗原は、 細胞の有する遺伝子に変異が起こった結果生じたタンパク質であり、その酸性機構については、ウイルス産物、癌遺伝子あるいは癌抑制遺伝子における変異、血質などの変化などが提唱されている。これらの主要抗原は下記に示すような細胞により認識され、主要細胞は排除されるはずであるが、実際には免疫関与と呼ばれる機構が働いて、免疫系が 主要細胞をうまく認識できないことも多い。そもそも免疫関与とは自己抗原に対する免疫反応が抑制される現象である。免疫関与は免疫系の自己抗原に対する特異性に関与しており、免疫関与の基準としては T 細胞クローンの除去やアネルギー等といったものが知られている。しかし、この免疫関与が 主要抗原に対しても働くことがあり、癌細胞は生体の持つ免疫機構から免れるための機構となっている。その他にも、癌細胞が抑制性のサイトカインである TGFβ やイル10を放出して免疫系を負に制御する免疫関与機構も知られている。免疫とは細菌などの生体異物を排除するための機構であり、 正常な状態では事故に対して免疫機構は働かない。事故と非事故の判別は各細胞が主要組織的合遺伝子複合体クラス I と呼ばれる分子を介して提示した抗原断片を識別することによって行われる。細胞障害性 T 細胞は主要免疫の主役を担う細胞でありウイルス感染細胞や癌細胞との除去を担当する。 CTL によって肘子とみなされた細胞は細胞子へと誘導される。ウイルスや紫外線などにより誘発された腫瘍は抗原性が高く CTL により認識されやすい。一方、自然発がんによる腫瘍細胞は抗原性が低く CTL によってはほとんど排除されない。CTL の分化は受状細胞からの抗原定時によって誘導される。 樹状細胞は抗原定時細胞として働くことが知られており、抗原を細胞内に取り込んだ後に分解を行い、その断片を細胞表面に定時する。抗原定時を受けたヘルパーティ細胞は活性化して、サイトカインを放出し、CTL の分化、増殖を促す。また、主要免疫には、適用免疫系だけではなく、NK 細胞や NKT 細胞 マクロファージ、下流球などの自然免疫も関与しており、がんの進展を抑制している。ありがとうございます。